携帯の心臓部の真空管早速仕上げちゃうかの。その仕上げにな、ちっとややこしいガラス細工があんだ。化石のジジイでも作れっかどうか。ほれ見せてみー設計図。どっからかかるか。人の手で作れるのこれ。俺らの時代でもヒックマンポンプだけは凄腕の職人が手作りしてたんだよね。どうせわしややこいほどワクワクしちゃうし、その代わりにわしもあれがいいな。こないだクロムにやったやつ。おいしゃ。センくん。スイカたち子供チームにも。ああ電線はスイカ、てめえらに任せる。イエーイ。さーて、おかげで化け学チームはプラスチック作りに集中できるな。まず木蒸し焼きにした汁をグツグツ煮て熱々の銅につけると。待て待て待て、さっきから全然わからねえ。化け学は足し算引き算だ。足し算引き算でホルマリン完成。あとは石炭の燃えかすが大量にありゃ、石炭のカスプラス水酸化ナトリウムプラスホルマリンで人類初の人工プラスチックペノール樹脂になる。手がかじかんで作業がなかなか進まないんだよ。この冬はまた厳しいね。石炭なあ、アホほど量が必要でな。家の中がすっごいあったかいんだよ。俺らはただ石炭の燃えかすが欲しいだけだ。火に当たりたきゃ勝手に当たれ。作っているのは全く別の無関係なものなのに、こうしてどんどん村が豊かになっていくのだな。マンガン電池？真空管の仕上げって電池使うの？作り方説明書と材料用意してあんぞ。洞窟で取ったマンガンな。ノリは亜鉛、おにぎりのマンガン、グワスミグワスミ、あっという間にマンガン電池、あっという間にマンガン電池。あれもうできちゃった。乾電マンガン、散々マンガン。それを800個な。え800個？一緒にやります。もちろん。使うのはワインの線とかにこびりついてるピンクの粒な。あと焼いた海藻を一緒にお湯に溶かす。以上。ロッシェル塩つってな、音を電気に変える。足の痛みだけがその距離を物語る。長い夜を越えた新緑の日を出してみせる。限界はプラスチッククリアだぜ。電線クリアだよ。真空管クリアじゃい。マイククリアだ。携帯の爆弾だ。しゃあ！おはあ！やべえ！お待ちかねの VS 司最終決戦だ。